どれだけの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳、見えなくなった星を探し、忘れられたら幸せだったとしても、この空が輝くわけを僕たちはきっと忘れてゆく。聞け命の鼓動を、宇宙世紀00791、11月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。緊急回線を。分かったわ。ハロ、回線つないで。了解了解。りょ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 、ハロー小隊長、ハロー小隊長。お前が俺でうるさい、黙って聞け。先に聞いておきたい。認証コード確認。名前を登録しろ。ここで戦う君の名を。
了。階級は少尉特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長、オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、調子に乗らない。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。ニナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵接近。一歩そばから NS06 ザク、戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ、小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵を狙いやすくなるわ。やってみて。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘やってみろ。特殊格闘。ジャック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。しまった。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。テリア、投げ切り。お見事、投げ切り。2号機3号機の援護に回って。小隊長、やるな、乗るな。敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。情報の崖に敵機。狙え、ロックオン。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。当てる。そこだ。増援か。サブ兵装を使います。
3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。そこだね。くらえ、しまった。当たれ、いけるぞ。ガーいよいよね。先行しすぎたか、友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。前方、ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガールを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。マルセル、無理、撤退無理。こりゃ、覚悟を決めるしかねえか。当たれ。みんな、リペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、左翼しろ、ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援小隊、ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサには連邦軍は私たちしか存在していない。いけ。直撃させる。撃つぞ、撃つぞ。敵さん、ダムで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量、大量。どこにこんな戦力が。戦機、撤退を。小隊長、危ない。緊急ブレイクアウト処理、実行。宇宙世紀0079、オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見、イレギュラーデータ発見。ブレイクミッション放棄。申請了承、申請了承。 SNCRA/1351420 ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行機。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、起動します。アムロ総長は？ヤツのことはいい。船の直縁に回れ。了解、任せてください。今のブライトノア中に私たちに
け。当たれ。おっと、今度はジオン軍の通信を傍受。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば我々の戦いの意味はない。ラル隊員ってランバラル隊員。どうやって防止したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベース。小隊長さん、どんどん進め。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。不満しすぎか。行け。まさかこいつが連邦の強いやつか。聞いていたのと違うぞ。我々の標的はあくまでも裏だ。クビルスーツごときにうろたえるな。しかし、あの黒い吊り橋、ガンダムによく似ている。連邦もいよいよモビルスーツの量産を始めたということか。ガーッ。まだやれるぞ。直撃させる。そこ行け。そこだ。当たれ。強襲揚陸艦ホワイトベース。迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です。支援します。フライト注意とは初対面なんだけど。話は後。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。直撃させる。落ちる。木馬を落とす。浮かれないよお前たち。ザクとは違うんだよ。ザクは。別のモビルスーツに変わった。沈め。いや、ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃。うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。俺が必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから。物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ミノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺にはわかんないよ。私もよ。
でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくれたね、ミノ姉さん。バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト頑張って。勝ったらご飯大盛りよ。ああ腹減ったな、早く帰らないと。あとおかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん一斉攻撃を。いけ、帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの？説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ。待って、他の隊員たちは？そうよね、通信も他の隊員さんたちはオデッサで。かとにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのはショー。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くても。転送されたって。残念、ここはイリオンステーブル。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れて。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一ジオンとの戦争と私たちのこと。未来とはちょっと違うよ。さっ、確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデサス。それよ、パニクって。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰？私の所属は G ユニバースだね。なっかい、それが名前なの？じゃあ S サクラスラッシュ。サクラ、サクラ。さ、これ勝手に名称変更していいのかな。まあ大丈夫でしょう。コード名、リネーム完了。ハロー、サクラ。ハロー、サクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク。これは冗談じゃなくて。シミュレーション意味不明。シミュレ、まるでさっきの戦いが大規模な。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だから腕利きのモビルスーツパイロット。小隊長選ばれた。史実からのシミュレーションって。コンピューターのデータ領域 G ユニバース。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。人格のデジタルデータか。記録によると、詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために。その管理システムっていうのがバグを修正するために。あなた小隊長さんもね、ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。ガンダ
ンダム・バルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。ああ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン公国軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダム・バルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力 MS 解析率を上げれば、新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦って、アムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか、その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、犬姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。そのブレイクミッションっていうのが、ブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。
他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンナップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロー操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってない弱での出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの？この程度。あ、飛ばしすぎたか。落ちる。行け。当てる。直撃させる。隊長、やりました。タンクをやりましたよ。
つにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラルタイ、ガンバラルタイ、どうやって防御したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。うわあ、いけ！まさか、こいつが連邦の白いやつか。見ていたのと違うぞ。我々の標的はあくまでもここだ。モビルスーツごときにうろたえるな。しかし、あの黒い角なしガンダムによく似ている。連邦もいよいよモビルスーツの量産を始めたということか。揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です。支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバドス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、カナ、どうした、バルバトス。オルガ、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。